よし。はい。じゃあ、グリムの30分、コイン稼ぎやってみたいと思います。さあ、54コインのジャイロなしでいきましょう。まあ、レディー、ゴー。じゃあ、ロングチェーン重視ですね。一番の難点は見づらいところ。待って、マイツムがいない。いた。41。繰り越し。今、いい感じよ。あ、間違えた。お。ラストボーナスでガストンが来ると、やべえ、読んでる余裕あるかなこれ。おお、いいぞ。おらー。ダメだ、読んでる余裕ないプレイが終わった後に読めるかな。350コイン前後くらい入る。あ、その5分の1で考えたってことね。無理か。無理だ。5400。あ、2分か。あ、リドルと同じくらいになるかな。この様子だとね。やべえ、プレイ回数超多い。大変。アナキンスキルどれくらいから強いですか ?5! 5かな。強くなるのは。5だね。まあ、4でも全然いけるけどね。強く感じるのは5でしょう。うわ、黒。黒すごいな、黒。予想はどれくらいか。このまま行くんだって。たら6万は乗るかな。でも多分リドルくらいロングチェーンバンバン組めるわけじゃないから、そんなうまいこといかんと思うけどね。16。見づら。えぐ。これマックス変わってくんないと。25。38。あ、ちょっと待って。はい。パヤナメンさん、205年スパチャ。ありがとうございます。もう一回繋げたかった。3チェーンあるね。お久しぶりです。ほっ。お、5300。いってるいってる。よし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 。今5分だね。お、どうだ？ただまあこれスキルマックスのこの効果時間だからって感じだよね。グリムの方はどっちかというと。繰り越し。35。足りない。今回の新チームスキル回させる気がなんかないよね。やばい、タイムボム狙っちゃった。よいしょ。ここの3つでたまる。この配信何時ぐらいまで、まあ12時までには終わるかな。てかさすがにちょっと寝不足だね。昨日長くやって、ほい。うわー、繋がんなかった。フォーキーミズラ。よしよしよし、5000いきゃ。おほーい、つながれ。ああ、これはもう何もできないね。お、どこだ？ほい。38。上。お、これは。うわー、引っかかってもうた。ベンテス。まあまあいいのかな。あ、お父さん51倍おめでとうございます。7チェン。1足りない。クラッシュでコイン稼ぎやってるんですけど、あ、間に合わねえ。手元が難しくてうまくいかないんですけど、コツってありますか？もう見てボタン押すだけじゃない？あれはタイミングとかじゃ、あ、まあボタン押すタイミングでね。エージェント P とかと違うからね。どこがうまくいかないんだろう。縦ラインの消去がうまくいかないのか、単純にプレーがうまくいってないだけなのか。その40消去とかはできるんだけど、ワンプレイの枚数がそんなに多くならない。おらー、コブラジャファーコイン稼ぎ、あれ読んだっけ？いい方ですね。いやー、39、つながれ。ジェダイ力スキル後7000コイン。あー、ちょっと少ないかな。お、6400。そこそこいってたね。初見さんいらっしゃい、こんばんは。縦が苦手、タイミングがなくていつも端に当たります。それってそんなつなげないでタイムボム出した方が良きじゃない？今はね、効率を測ってるので、タイムボム出すってことは消去量が10とかでしょ？コインが入ってくるのを遅い上に、ワンプレイの時間伸ばすってことなので、効率が下がってしまいます。よいしょ。手が合わない。コツはないよな、もう。本当に、見るだけだもん。真ん中に来たらスキルボタンを押す。あとは、始めまして、最近始めたので、白雪ガジェットでコイン稼ぎしてます。おお、いいね。よいしょ。アイテムなし1500くらいなので、アイテム使用した方がいや、アイテムなしの方がいいね、ガジェットは。うん、54のアイテム、4種類なるアイテム使ったとしても、4000くらい稼がないと、そのプレイで、多分、コインアップのみの方が、基本は良くなる。スクルージハムどっちが強いか、どっちも同じくらいでいいね。いいね。どっちも同じくらいです。効率よくするライブなんだね。まあ今、効率検証の企画中なので、効率よくやってます。さあ、半分切ったね。29、34、23。24。あー、よいしょ。やっぱスキルは回るな。こっちの方が使ってて楽しいな。どこだ。よいしょ。花金スキル5のコツ、スキルゲージの繰り越しと、あとなんだ。おお。まあ、もうとにかくスキルゲージの繰り越しかな。一番は、スキルを回さないことには稼げない。5秒。あー、終わるっぽいな、これは。スタート10分。あきさん、はい、こんばんは。今唇ジャックブルブルしてる。ブルブル。はい、おいガスちゃん、爪の寄せ方は別にそんなコツとかもないし、なんだろうねまあ僕はテンポよく行きたいから結構早くやっちゃうけど、まあゆっくりちゃんと寄せればいいんじゃないかな。縦に。ピグが2000万から伸びません。助けてください。ピグはね、気合でよ、気合。ここは気合でなんとかしてる。魔女マレのコツ。魔女マレは、どっちかというとロングチェーン意識ですね。ワンプレイの枚数を増やすというよりも早く稼ぐ。早く多く稼ぐ。頑張るね。うん、ロングチェーンばっか繋いでてもスキル結構回るからね、あの粒は。今年バハミ来ますかね、わからん。もうここ3年くらいずっと言われてない？今年来る、今年来る、今年来るって。新詰めで一番強いと思うの誰ですか？まあ一応リードルかな。一応ね。よいしょ。おお、38。やつは報酬積むなのに強すぎた。それだ。時代力でコインガツンと出したい時って3つ。ボムアイテムいらないでしょう。ボムアイテム使っても多分変わんないと思う。おお、オーロラ姫強いですか？微妙。あの粒微妙でしょ。スキルマックスまで上げても大した強さないしね。低スキルの方がまだ使い道がある。低スキルの中では、まあ、ワンプレイ稼げる方、ロングチェーンとかね、してれば。スキル上がってもそんなに変わらないかな。7チェーンがないじゃないか。ショー兄さんこんばんは。今日何時頃まで？ 12 時までには終わるかな。あ、間違えた。つなぐ方向。1000万コイン貯めるのにガストンだとどれくらいかかりますか？約4時間で100万なので、40時間あればいけるね。見づらい。どこだ？ひなずれさんこんばんは。どこだ？ここ。あ、今日グリム当てました。おめでとうございます。よし、5000。OK、あとに、ラストかな、次で。何プレイだ？10回目、次で11回目か。うわぁ、6万届かんか。届かなさそうだな、プレイ回数的に。4時間で100万なんか危ない話みたいになってる。ボーム、ここ。どこだ？おい。さあ、あと1分20。4000。お、6000いけるか？いかない。ぴったしだね。ぴったし30分。2、1。はい、ジャスト測ったかのように。はい、グリム30分終わりましたけど、まあ、今回ね、効率重視で、ロングチェーン、狙ってやったけど、まあ、魔女とかもそうだけどね、タイムボム狙うよりかは、ロングチェーンした方がね、効率は良くなるので、さあ、それが、どんくらい、いったかな。邪魔でたかね、タイムボムひたすら狙ってスキルが回るならいいんだけど、このツムちょっとだけね、回らないことあるので。58245。582。あー、マレドラの下か。いや、このマレドラ、もうちょっと上がるわ。だって裏でロングチェーン重視でやったら63000くらい乗ったもんね。まあいいけど。ああ、先月のジャングルクルーズと一緒くらいか、そう思うと。だったらジャングルクルーズでいいかな。消去系の方が楽だね。トメイトさん、ありがとうございます。お、ガストンに勝てるツムはね、来ないと思うけどね。ミミキさんこんばんは。今月の新ツム何が一番強いですか？まあ今のところはリドルが多分低スキル。